近藤秀作り、近藤秀作り、近藤秀造、1908年2月15日から1979年3月23日は日本の漫画家。本名は近藤修造、読みは同じ。戦中から昭和後期にかけて政治家の似顔絵を主とする一コマの政治風刺漫画を中心に描いた。 似顔絵は手塚治虫が似顔絵の名手と評する腕前だった。近藤自身が各所に文章として残した略歴は誇張や創作が加わっているらしく、書いた時期や媒体によって内容がまちまちであり、特に少年期の就職についての詳しい時期や順序は不明であるが、峰島正幸の調査などにより、少なくとも以下のことが判明している。1908年、 明治四十一年、近藤は長野県さらしな郡東海山町、後のちくま市東海山に生まれる。成果は医療品、雑貨商の丸三商店。六人兄弟の次男。高等小学校を卒業後、東京、浅草に住むおじ、母の弟の紹介で、日本橋三越と書部の定員となるが、半年足らずで活気を患い、帰郷。 その後長野市内の洋服店に仕立て職人として方向に入るが、当時の商家の風潮だった。主人は、うなぎのかば焼きを食べているのに、俺たちは、味噌汁と、漬物だけという差別的境遇に耐えられず、これも辞職している。その後は家業に専念した。実家にいたある日、近藤は、洋服の入っていた空き箱に、熱した火鉢を当てて焦がし、絵を描いていた。それを見た父が、 朝日新聞の検証漫画に応募することを勧め、入選した近藤は、賞金3円を得た。このほか、雑誌に漫画を投稿し、入選を重ねる。漫画家を将来の目標に定めるようになり、東京美術学校、美校への入学を目指して、1928年、昭和3年頃、おじを頼って、再度上京する。上京したものの、 中等学校を卒業していない近藤には、美校の受験資格がないことが分かり、入学を断念。叔父の親類の知り合いに、宮尾茂雄がおり、宮尾を通じて、岡本一平を紹介され、岡本の一平塾に入門した。一平塾の同僧だった、矢崎茂雄に、ゲオルググロシスの画集を見せられ、強い影響を受けた。またこの間、岡本の一平全集の編集に携わり、 し下再作成のため、多媒体に印刷された、岡本の漫画のトレースを担当したほか、東浦漫画製作所で短期間アニメーションの製作に従事した。翌年5月、後に近藤と行動を共にする杉浦幸男が一平塾に入門。同年に近藤秀蔵の名で第四次、東京パック昭和4年2月号に寄稿して、実質的なプロデビューを果たす。 翌月号から近藤秀作りに改名したものの、東京パックの編集方針に抵抗を感じ、8月号を最後に東京パックを去り、対抗師として創刊されたばかりの月刊漫画マンに移って、漫画執筆の他編集に携わる。近藤はこの頃までアイデア主体のナンセンス漫画を試行したが、この時出会った横山隆一の技術に感服し、 横山のナンセンス漫画は我々凡人の及びところではないあいつと違った道を行かねばとても将来はおぼつかない横山が不得意とする分野を開拓しようと似顔絵に活路を求め1930年昭和5年に九州日報の食卓となり初めて政治漫画を描き始めた当時の漫画界は 岡本や北沢楽天に代表される規制の漫画家が活動の枠を独占していたことから1932年昭和7年6月に近藤、杉浦、横山ら若手漫画家たちは雑誌連載のチャンスを求め新漫画派集団を結成した団員が合同で仕事を請け負い収入を分け合うための事務所を構え生活を安定させる近藤は自身の政治漫画が 集団にもたらす収入と面倒みの良さ、親分肌によって横山と共に集団のリーダーとして頭角を表していった。近藤は1933年昭和8年に読売新聞社の食卓となって読売新聞の政治漫画を担当し始める。読売新聞では政治漫画の他にルポルタージュ的なエッセイやインタビューといった文も掲載した。 この頃記者だった原志郎や高木武雄は近藤について絵よりも文章の方が上手いと評した。また近藤は同年横山隆一の妹と結婚した。1938年昭和13年に読売新聞社を退社し、以降は同志にフリーの立場で寄稿した。新体制運動の高まりの中、漫画界では漫画発表の場の狭まりが危惧されていた。 1940年、昭和15年のある日、若手漫画家グループの新鋭漫画グループ及び参考漫画スタジオのメンバーが新漫画派集団の事務所を訪れ、今後の生活の不安を近藤らに訴えた。近藤は新鋭、参考ほか各漫画グループやフリーの漫画家のもとに出向き、意見を集約した。こうして、同年8月、新日本漫画家協会が設立された。 漫画団体の統合と新日本漫画家協会の設立に近藤が奔走したことについて、峰島正幸は軍や情報局等の権力者の手で統制的な団体を作らされ、日常の行動や仕事の内容まで、その指導家、指揮下に入らされるのを危惧して、自分たちの力で先手を打って連合体を作ったと考えるのが死闘であろう。権力から漫画、 漫画界の干渉があった場合、この団体を受けざれにして、なるべく漫画家の自由が損なわれないようにしようと考えていたのではないかとしている。近藤が翌3体制に反発的であったことは、体制翌3会の文化部長だった岸田国氏が、近藤と横山隆一に副部長の就任要請を出した際に、同時にピシャリと断ったことや、後に雑誌メディアの統合が画策された際、 断筆をちらつかせて抵抗したこと、口実に示されている。杉浦幸男も、大制翼三回から、集団、イコール引用者中、新漫画派集団を応援しようと言ってきたのをきっぱり、断ったのは近藤だったとし、役人の言う通りになっては、いい漫画は描けないと近藤が発言したという、証言を行っている。ともあれ、漫画家たちの生活の保障を目的としたこの頃の、 近藤の動きは、権力への抵抗という点では、最終的に失敗し、戦後に批判にさらされることになる、口述。雑誌、漫画は、近藤の死である、岡本一平、平福百水、下川大天羅、東京漫画界、後の日本漫画界系の漫画家によって1917年、大正6年1月に創刊された、漫画者の発行による漫画雑誌であったが、 当時経営危機に陥っていた。大西翼3会や海軍の印刷物の発注先だった、共栄印刷の経営者、菅尾忠幸、菅尾伊佐田義は、翼3会宣伝部の川本信正から、なんとかならないかと、漫画の経営再建を依頼された。これとは別に、第一徴兵保険、東方生命の前身に勤務しながら、銀座というファッション雑誌を発行していた。 漫画愛好家の山下善吉が総合漫画雑誌を作る計画を持っていた。この話を持ち込まれた新漫画派集団の誰かが雑誌を新日本漫画家協会の機関紙として創刊するなら用紙の確保や発刊が容易だろうと考えアイデアを山下に提案したとみられている。やがてこれらの異なった計画が組み合わさり漫画に近藤を編集統括者として迎え新たに 新日本漫画家協会の機関紙として発刊していくこととなった。この山下版漫画は1940年昭和15年10月に刊行を開始した。しかし山下個人の資金に頼っていた漫画は1941年昭和16年5月頃には経営破綻の状態に陥る。によるとはこの段階で初めて近藤に接触し、 漫画の再建を申し出たとしている。この時、新聞メディア統合の実績があった前田久義が漫画と大阪の漫画2本の統合を画策したが、それを聞いた近藤は、無理に合併を進めても自分は執筆しないと拒否した。また、大阪毎日新聞社による漫画社の買収案についても、近藤は、そんなことになったら俺は怒号になって、筆を折ると激しい調子で拒絶した。 山下版、漫画の経営破綻や統合、買収計画と、菅尾と近藤の出会いの前後関係は定かでないが、彼らがあった後、菅尾によって、合資会社、漫画社が新たに設立され、自主自立による経営再建が図られることになった。その後、菅尾による河本への働きかけによって、1941年7月号から、表紙に、 大西翼三回戦連部推薦の表記が入り、さらに翌月には、新日本漫画家協会機関誌の表記が消えた。これ以降、漫画の編集権を失った新日本漫画家協会は、団体としての実態がなくなり、さらに事実上、一部の漫画界が、戦争完遂を目的とした、国家総動員体制に嫌悪なく、組み入れられることになった。漫画は、見る。 自極雑誌の副題が書かれ、一種のプロパガンダ的役割を帯びていた。漫画史上で、近藤は得意の似顔絵を用いて、ルーズベルト、チャーチルなど連合国軍の首脳を徹底的に攻撃する一方を描いた。漫画には似顔漫画のほか、商工待遇の記者として派遣された漫画家が戦地の様子を描いたルポルター1漫画、軍人や高級官僚らとの対談記事などが、 掲載された。1943年、昭和18年5月1日、近藤は、大東亜漫画研究所の結成に関わった。これは、海軍報道部の依頼による、宣伝工作のための協力機関であったが、漫画界の長老グループによる、日本漫画冒公会の活動に対する、若手。 中堅グループの反抗という側面や漫画者の設立に伴って、サイドバラバラになっていた集団、参考、新英、漫画教団といった各グループの再合同の側面を含んでいた。陸軍報道部側の団体として、報道漫画研究会も作られ、ほぼ同一のメンバーが加入した。戦争の激化に伴い、今度は1944年、昭和19年9月、 家族を長野県上田市に疎開させ、自身は東京、芝神屋町の借屋で、那須良介、横井福次郎、和田義蔵らと共同生活を送った。その借屋は1945年、昭和20年3月10日未明の東京大空襲で焼かれ、近藤も上田に疎開する。同年7月に王将され、熊本の臨時編成部隊に配属される。ほどなく、 終戦を迎えたが、舞台が山中に立てこもって、光戦を図ると主張した。近藤は、数人の隊員と共に、8月16日の深夜、密かに舞台から脱走し、上田に帰った。漫画は、1944年11月29日の空襲によって、競泳印刷が破壊されていたが、生還した素顔によって発行が続いていた。 第二次世界大戦終結後の1946年、昭和21年1月に、近藤が漫画に描い、似顔漫画は、当時秀樹が檻に閉じ込められているものであった。漫画は、近藤主催の漫画雑誌として刷新され、加藤義雄、西川達美、横山大造ら、戦後に活動する漫画家たちの登竜門となった1951年、昭和26年6月に、 カストリ雑誌の流星に伴う出版不況の煽りを受けて休刊する。近藤は復員後、自身の門下の塩田栄治良宅へ身を寄せ、漫画の体制刷新のほか、杉浦、横山らと共に、新漫画派集団の後ろ身として漫画集団を結成し、引き続き率いた。そして1945年12月から、同盟通信社出身者によって創刊された、新聞。 民法の食卓となる。民法で、近藤は、両手のない昭和天皇を描いた似顔漫画を描き、同志の発禁処分をもたらしている。民法時代の同僚だった、片寄せ三つぐによれば、当時の近藤は、庶民的な意味のアナーキストといった立場で、右も左もなく割合投げた感じで描いていたと。1947年、昭和22年10月に読売に再入社し、 1976年、昭和51年に1月まで、読売新聞政治面の政治漫画を描き続けた。やがて、読売新聞や、週刊読売に連載した似顔絵のイラストを添え、インタビュー記事、やあ、こんにちはで評価を得て、軽評論家という肩書きで呼ばれるに至った。戦後における、近藤の作風の変遷について、評論家、作家の木本至るは、吉田政権が固まると、 根が、保守だけに毒が薄れていくと厳しく批評している。1964年、昭和39年に、日本漫画家協会所代理事長に就任。近藤は、我が家の自分の部屋で、自分の考えで、自分の仕事をすればよろしい。会などはずらしいだけだ。東京新聞1964年12月16日付、と当初は、消極的であったが、小島いさおらに、 現状では、若い漫画家は、生活が悪くて、良い仕事ができない、同志と説得され、最終的に就任を受諾した。1965年、昭和40年、新たに漫画家、通称、漫画学校が創設された、専修学校、東京デザインカレッジの理事兼特別講師に、就任した。これと、並行し、近藤と、 当時、三峡美術印刷を経営していた菅生は1967年、昭和42年末、新生、漫画社から漫画を復刊させた。この復刊版、漫画は A4 版、上質紙60ページという雑誌としては、異例のパッケージが取り次ぎ業者に敬遠され、ほとんど販売ルートに乗らなかった。また、若手漫画家をほとんど起用しなかった。は、 この復刊版、漫画について、漫画編集者の立場から、新鮮味のある内容ではなかった、漫画がそのまま復活したような感じ、熟年し、時代逆行も甚だしいと酷評している。復刊版、漫画は、翌年の1968年、昭和43年に廃刊し、漫画社は2000万の負債を抱えた、漫画社は、以降数年間のミサイムを持つだけの休眠者となり、近藤は、 その間、自ら社主として、漫画アイデアセンターを新たに設立している。さらに、東京デザインカレッジの元役員のホーマン経営が発覚。3億5000万円に上る負債を抱えていることが判明した上、残された理事がいつの間にか連帯保証人にされ、近藤を含めて一人当たり3000万円の借金を返す算段に迫られた。 同校は1969年末に倒産。そして、1969年、昭和44年から翌年にかけては、近藤個人による長期連載の仕事が相次いで終了し、近藤は借金の返済と漫画社で働いていた若い人の働き場のため、政党や事業団体は PR として配布するための広告及びパンフレット制作の請負い事業に乗り出す。 ことにした。漫画に、付録のアンケートを送ったことのあった、笹川良一を通じ、自由民主党との間で、党が、近藤らの作った冊子を買い取って、負債を補填する計画がまとまった。1969年、近藤、杉浦、ナス、牧野圭一、大下健一の執筆による、漫画パンフレット、暗報がわかるが発行された。漫画者の専務、後社長、 樋口真によれば、一冊あたりの買い取り、定価を50円程度に設定し、80万部出版し、全国の図書館、学校のほか、財界や宗教団体に行き渡ったという。主要な報道メディアの論調は、日米安保条約を破棄する立場に傾いていたため、近藤は、激しい批判にさらされることとなった。このほか、政界向けの公害問題パンフレット、猿の花毛、 1971年、民社党の制作集、心配日本、この道がある。1972年、外務省広報課のパンフレット、これからの日本外交台平外務大臣に聞く、1973年、などを発行した。近藤は1972年、昭和47年に、一時休眠していた漫画者を再建、漫画集団との連携を深め、 集団メンバーのうち杉浦幸夫と横山隆一が取締役鈴木義次、富永一郎らが株主となった牧野圭一と加藤義雄は後に株式を手放し漫画社との関係を絶った漫画社は電気事業連合会電磁連のパンフレット電気は新原子力発電を考える1974年を皮切りに原子力発電関連の広報に着手 以降長年、漫画者は、電磁連の事実上の窓口となり、年間150万円の看板料で、漫画集団メンバーに、広報のための漫画やカットを受け負わせたとされる。このことについても、近藤の死後に刊行された、雑誌、コミックボックスなどで、大きな批判を受けた。近藤は1976年、昭和51年1月、読売新聞社近くのレストランで夕食をとっている。 最中に脳卒中で倒れ、受刑医大病院に運ばれた。聞き手側の右半身麻痺と言語障害の後遺症が残り、同年5月に日本漫画家協会理事長を辞任し、同年9月に読売を退社。以降は引退状態となった。この前後、次男1973年と妻1978年に相次いで先立たれている。 1979年、昭和54年、肺炎のため定員先の東京、江戸田の武蔵野良縁病院で死去。71歳を打つ。死去時点で、漫画学校関連の債務が6万円残っていたという。死後、横山隆一の次男によって自助伝の総行が発見された。近藤秀作りの世界にその多くが収録されている。いずれも、近藤、 奥野慎太郎、徳川無生、佐藤八郎、渡辺慎一郎、渋沢秀夫及びゲストによるトーク番組。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。